体の不自由な人の介護やリハビリ、日常生活を支える福祉機器の国際展示会。最先端の製品や情報があふれている。まるで SF 映画のような驚きの技術も。そんな日本の福祉機器に海外からも熱い視線が注がれている。I think there are many nice products and many innovative products. 多くの国で高齢化が進む中、高まる福祉機器の重要性。海外展開のチャンスをつかむためのヒントを探る。世界の福祉機器を一堂に集めたアジア最大規模の展示会、国際福祉機器展。13の国と地域から379社が参加し、さまざまな生活用品や最新技術を活用した福祉車両など1000点以上が展示された。会場には3日間で11万3000人が訪れ、中には多くのユーザーの姿も。生活面が向上するようなものがないかなと思って見に来ました。8割の方々がやはり来場者からの意見とか要請が非常に役に立った、直接聞けたことが良かったという評価もいただいています。今後の開発販売そういうものに非常に有意義だと思います。福祉機器の発展を下支えしてきた展示会、開催50回目を迎え、さまざまなイベントが催された。注目を浴びたのは最新技術のコーナー。こちらは空間に情報を提示させる技術を研究開発するスパシアルのブース。展示しているのは見える補聴器。お家が出てる、うん、出てるっていう感じで、喋った内容がここに字幕で出るので、補聴器の代わりになる。人工知能で会話を文字にして拡張現実で表示させているという。これはデモンストレーションの映像。今話してる会話の内容が文字になっているでしょうか。文脈や抑揚を AI が感知し、クエスチョンマークも表示できる。そんなに時間差ない。すぐ聴覚障害の人もそれに参画できる機能としてはすごく面白いな。こうした最新技術はもちろん、品質も優れた日本の福祉機器、海外から訪れた人にも大好評だ。Actually, we're interested in the mobility aids and also these products for the hearing impairment and the visual impairment. So we are bringing that to Hong Kong as well. 应该说日本的环境跟台湾的环境有点就是会比较相近，就是空间是小的，那他们的设计理念会跟台湾的状况来说是差不多。広がるビジネスの可能性。日本の高齢者の人口は2042年にピークを迎えた後に減少し始め、福祉機器の市場規模も縮小していくと見られている。活路となるはずの輸出だが、そこには大きな課題が。法律上は福祉用具は、医療機器とは別の法律で一般の用品と同じということで何の規制もないです。ところが海外行くと福祉用具は医療機器の中の一部なんですね。つまり医療機器としての認可がないと売れないと。制度の違いを理解した上でどう売り込むかが重要だという。展示会には海外展開を軌道に乗せた企業も参加している。その一つがWWJAPAN。排泄を予測するデバイスを手掛けている。
開発したのはこちらの D フリー。この中に超音波センサーが入っておりまして、お腹に貼ることによって尿がどれだけ溜まっているかというのをスマートデバイスで表示すると。さらに尿の溜まり具合から排尿すべきタイミングも予測し知らせてくれる。我々のデバイスを見て別に溜まってないだったらまだ強みでなくて、これ分かるだけでもですね、もう相当精神的にも楽になったというようなお声なんかも、ね、多数いただいてます。輸出を始めたのは2018年。当初はアメリカとフランスに拠点を置いた。アメリカでは医療機器として登録する制度はあるが、一般の家電製品としても販売できるため、インターネットを通じて売り出すことで徐々に普及している。一方のフランス、アメリカと同じく家電製品としても販売できるが、商習慣として医療機器認定がないと普及が難しく、予想以上に時間とコストがかかることが判明。そこでフランスの拠点は撤退し、ヨーロッパでの事業展開もアメリカに集約した。どのような法制度ですとか保険制度があって、自分たちのこの商品っていうのがどういうカテゴリーにはまるのかと、しかもこうどういうプレイヤーと組んでいけば広がっていくのかっていうところですね、しっかりと把握していく必要があるかなと思ってます。戦略の立て直しが功を奏し、現在はフランスを含む20カ国に輸出が拡大。 D フリーの知名度も高まっている。この日はイギリスのバイヤーの姿が。偶然見た日本のテレビ番組で知ったという。輸出を成功させてきた中西さんが考える今求められている福祉機器とは。在宅の中で自分たちの生活をいかにして、自立して過ごせるのか、まあ、そういったようなところはですね、まあ、どんどんと進出していけばチャンスがあるんじゃないかなというふうに思います。一方、出展者の中には新製品の海外展開を狙う企業も。医療や介護に関連する自社製品に加え、輸入品も販売しているタケトラ。新たに開発したのがこのカルガルスリングだ。スリングとはベッドから車椅子へ移る時などに使う移動用リフトで必要になる釣り具のこと。この製品はあらかじめシーツのようにベッドに敷き、ベルトをかけるだけでそのまま持ち上げることができる。さらにベルトのループ部分が最適な姿勢を保つため、細かい調整は必要ない。これは移動にかかる時間を比べたデモンストレーションの映像。一般的な製品で患者を吊り上げる前に、カルガルスリングでは移動を終えることができる。特徴は他にも。スリングというと体格に合わせて、例えば SM で L であるとか、バランスの崩しやすい人とか、まあ、そういった人に合わせて、まあ、何種類かスリングを用意した中で吊るすのが一つのテクニックだったんですけども、このカルガルスリングはこの1枚でどのような体格の人でも合わせられるのが特徴です。実は福祉機器の輸出には欧米の利用者との体格差という課題もある。それもこのスリングは克服できるという。こういったリフトは北欧の方で普及されてますので、まあ、そういったところに逆にこういった使いやすいカルガルスリングを普及させたいという思いがあります。この日は移動用リフトを手掛けるスウェーデンの企業が来訪。まずは使い心地を体験してもらう。今調整されて一番いいポジション、すごくゆったりとした姿勢で。その後すぐに始まった商談。果たして結果は。
care to use ceiling lifts and seats for unsafe environment. 両者のぜひ協力してください。Yeah. Please help us. Yes. Please help each other. Exactly. Okay. 輸出の実現に向けて好スタートを切った。この日はもう一社、台湾の企業とも商談。売り込んだのは要介護者向けの寝巻きだ。まあ、普通に外そうとしても外れないような特殊なボタンになってるんですね。認知症によるおむつ外しなどを防ぐため、簡単にファスナーを開けられないよう工夫を凝らしている。この製品も手応えを感じることができた。障壁をなるべく早めに解消して、早めにその海外の人に売っていって、日本初の介護機器、そういったものを世界に広めたいというわけです。世界で最も早く高齢化が進んだことで進化した日本の福祉機器。その蓄積された技術やノウハウを生かし、今まさに世界を舞台にチャンスをつかもうとしている。